ウィリアム・パルトニーの肖像画、ジョシュア・レイノルズ作、1761年、パルトニー一尺、ウィリアム・パルトニーと妻のアンナ・マリアが無理の一人息子として生まれた。1740年から1747年まで、ウェストミンスター・スクールで教育を受けた後、翌年にグランドツアーに出た。彼は、ジョン・ダグラスと共に、ライプツヒに向かった後、1749年に、 パリで両親に会い、続いて、トリノに向かった。1754年、オールドサラム選挙区で出馬して、庶民委員議員に、当選、1761年まで同、選挙区選出の議員として在職した。1761年、ウェストミンスター選挙区に倶楽会して、当選、1763年に死去するまで、庶民委員議員を務めた。パルトニーは七百六十年に、 新出寺住長に任命され、1763年1月から2月までは国王ジョージ賛成のエイコールド館を務めた。1759年、父のバース伯爵は第85不評連隊を招集。パルトニーはその連隊に入隊した。彼は1761年2月に連隊と共にベルイル占領に参加、11月にポルトガル王国に移住した。 1763年にイングランドへの帰路に着くが、道中のマドリードで熱病にかかり、見込んで子供のないまま死去した。その2ヶ月後にウェストミンスター寺院に埋葬された。父のバース伯爵もわずか1年後に死去、所有した爵位は消滅した。ありがとうございます。